皆さん、こんにちは。田崎春明と申します。学習院大学で物理を教えています。研究もしています。え先日ですね、ここに出ていますけれど、え分子科学研究所でえ、分子科学フォーラムというところで一般の人向けの講演をする機会をいただきました。それで、えー、と今日はその当日、当日は YouTube ライブだったんですけれど、まあ、そのライブの反省点などを踏まえて、 えー、スタジオ収録の完成版をあの収録してお届けしようと思っています。えー、とそれでこれがタイトルですね。であの少しこれい長い副題もついていますが、まずメインのタイトルからですけど、ミクロとマクロですけど、ミクロというのはまあ小さくて目に見えない、そういう意味です。マクロというのはその反対で身の回りの、まあ、我々が感じる普通の大きさですねで。そういうミクロとマクロを結ぶ科学というのが、 物理の一分野で統計力学というもので、まあ、それが私の専門です。で、今日はその統計力学のまあ面白いところを皆さんにお伝えしたいと思っています。で、職業柄、あの数式も出てくるのですけれど、数式は見ない。でも、あの十分に楽しめるものにしようと思っています。で、これが目次ですけれど、この二次元強磁性エイジング模型における装填員というこの部分がメインですね。 えとそれではですね、まあ、これ分子圏で話をしたということもありますが、まずは原子と分子というところから話していこうと思います。で、科学が私たちに教えてくれる非常に重要なことの一つは、この世界は私たちが見たとおりそのままではないということです。で実はこの ここってなんか私は乗って話し出すと30分、40分ずっと喋ってしまうので、今日はそうならないように大急ぎで行こうと思うんですけど、例えば大地は平らに見えますよね。でも地球は、実は地球は丸いということはよく分かっていろんな証から分かっています。あるいは、あの、普通に素朴に考えると、丸い地球の周りを太陽が回っているように感じるんですけど、まあ実はそうではないということも分かっています。でそこは置いといて、これが今日の本題になるんですけど、まあ我々の周りを見,、ま、見渡すといろいろなものがありますが、それはいろいろな材料。 鉄とか木とか水とかそういうものでできているようにしか見えないわけですけれど実は全ての物質は目に見えない分子や原子がたくさん集まってできているということを私たちは知っていますで、これは教科書にも書いてあることですけどでも全く当たり前ではないということを強調したいんですね で、いや、でもそんなのはギリシャの大昔からデモクリトスとかその頃からみんな知ってたじゃないかっていうあのおっしゃる方がいるかもしれないし、そういうふうに書いてある本もありますけれど、あの、私が考えるにですね、その古代のギリシャの確かに原子論っていうものはありましたけれど、その時代の原子論というのは、まあ、 物にはこれ以上分解できない最小の単位がある方が自然じゃないかなっていうまあ考え方ですね。まあ、私的という書きましたけど、あの実験をしたらこうなる、観察の結果、そうじゃなきゃいけないとか、そういう話ではなかった。だからそれは現代の原子論とは違うものだと私は考えています。でもっとその 経験事実に基づいた原子論、科学的な原子論が発達するのはなんと19世紀前半になってからです。で、これ、アボガドロ・ドルトン、まあ、有名な人たちですが、彼らは科学反応についての定量的な経験事実を 原子子や分子の像で理解しようとそういうこととそいいこを進めていきます、まあもうちょっと具体的に言うとですね例えばその2対1の体積の水素ガスと酸素ガスを混ぜてでパチンってやるとボンとなってあの全部水蒸気になる水になるということが知られているわけですけどまあこれここで説明してもしょうがないですけどそういう実験事実非常にはっきりした実験事実をここに書いてあるような分子や原子の立場から理解できるってまあいろいろ紆余曲折はあったんですけどそういうことに彼らは気づ これは非常に科学的な原子論ですね。ただ、まだこれにも限界があって、こうやって原子や分子の描像はありますけど、例えばじゃあ、その原子はすごく小さいっていうけど、どれぐらい小さいのか、あのこの辺には原子や分子はすごくたくさんあるっていうけど、何個ぐらいあるのかといったような問いに彼らは答えられないんですね。でその そのためもあってですね、なんと19世紀後半になっても原子はあるかないかという論争が続きます。19世紀後半ですよ。で、えっ、ー、と、これはマッハという物理学者であり、哲学者ですけど、あの、マッハっていうのは飛行機がマッハなんとかで飛ぶとかいうときに使いますね。あとなんか急いで行くときマッハで行くとか、昭和っぽいですかね。まあ、とにかくその、そういうところに名を残すマッハという、まあ、あ非常に素晴らしい物理学者ですけれど、彼はなんと原子はないという立場なんですよ。 で原子なんていうのは目にも見えないし手でも触れられないし数えることもできない。そういうものはそんなものは実在しないのであると。と原子や分子の考え方があれば確かに化学反応なんかは非常に簡単に理解、きれいに理解できると。だからといってそれが原子や分子があるという証拠にはならないと。と それはいろいろな経験事実を整理するための方便に過ぎないのだっていうのは、の、まあ、なかなか厳しい哲学ですし、まあ怖そうですけどね。まあそういう議論を展開します。で、それに対して、まあ、あの、彼、オーストリアの学者で、まあやはり同じオーストリアのボルツマンという学者は、 物理学者は全く違う立場でもう力学法則に従う原子や分子というものを認めましょう。で、それを出発点にして、あのマクロな世界を理解するための理論、まあ、それが統計力学なんですけどね、それをどんどん開拓していきます。で、彼らはあの非,常にその非常に激しい論争をたたき 買わせるんでですね同時代に生きていたのでで、まあ、当然、原子分子はあって統計力学について今日お話ししているぐらいだから、まあ、論争はボルツマン先生の勝利でしたっていうふうに言うかと思うと実は案外そうでもなくてこの当時ではむしろそのマッハたちあの原子や分子を否定する方の立場の方がむしろ優勢だったというそういう状況です。で、まあ、もちろん徐々にこうみんな実際原子や分子 を信じる方に行くわけけですけどやっぱりそのためには、ただ化学反応がうまく理解できるというだけではなくて、実際にこう経験に基づいて原子や分子があるということを見ていく必要があります。で、まあ、それは簡単なことではなくてですね、原子や分子っていうのは、じゃあ顕微鏡で見ればいいんじゃないっていうけど、あの顕微鏡では見えません。 現代の顕微鏡でもやっぱり光を使った顕微鏡では見えないんですねそれは原理的な理由がありますで、まあ、現代いろいろなやり方で原子分子の証拠が存在の証拠は分かっていますけれど十九、まあ、世紀終わりから二十世紀の最初ぐらいにみんなが考えたことっていうのはまずまあアボガドロスつまり原子分子の個数を何らかの実験に基づいて、まあ、間接的に 強化しよよううとと何らかの方法で原子分子分を数えようとで全然あのいくつか異なった数え方をしてですねそれであの近いアボカドル数が得られればそれは何か本当に原子分子があるっていういい証拠になります。でもう一つはですね原子分子が存在して初めて可能な現象っていうのを見つけてでそれを実際に観察するっていうことなんですけど、まあ、そういうことがすごくうまくいって、まあ、人々が あの原子分子を納得する大きなきっかけになったのは、ブラウン運動の理論と実験です。で、まあ、例えば1ミクロンぐらいの顕微鏡で見える程度の大きさの小さな粒子を水中に置いておきます。そうするとですね、その粒子は目に見えます。 で、その粒子に今度周りの水の分子、それは私たちの目には見えませんが、水の分子がその、この微小粒子にバシ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 ぶつかります。で、そのためにですね、これはまあ非常に小さい粒子なので、あの、この微小粒子は水分子にバシバシ当たられると、なんか独特のランダムな運動をするはずだという理論を作りました。 作った人がいますでこの運動を観察、解析すると、まあ、まず原子分子が存在して初めて可能な現象が見えるしかつです、ね、その不思議な運動からやっぱりアボガドロスを評価することもできると、そういう理論が作られました。でそれを実際理論的に検証したのがジャンペラ 彼の,あの非常にきれいな実験結果が出たぐらいで、まあ、ほとんどの人が、やはり原子分子はあるんだねという方向に大きく動いていきますが、まあ、それは実は20世紀になってからですね。で、これ、ここが空白なんですけど、あの、この理論を提唱したのが誰か。これ、ご存知の方はご存知ですけど、ご存知ない方はちょっと驚くと思います。知ってる人です。アインシュタインです。あの、アインシュタインが1905年にこのブラウンドの理論を の論文を発表していま1905年というのは実はアインシュタインが特殊相対性理論の論文を発表した年でもあります。1905年というのはアインシュタインが光量子仮説、量子力学の扉を開く論文を発表した年でもあります。まあ、ものすごいわけですけれどあの、かつですね、非常に面白いことに、まあ、普通アインシュタインというのはその今言った量子力学とか、まあ、特,殊特に特相対性理論とか、非常に現代的な物理を開拓した人だと まあ実際そうなんですけどそういうイメージが強いわけですけど彼は同じ1905年に原子分子が存在する証拠を見つけようという文文を書いているわけです、ね。で彼は実は初期にはその原子分子の存在を示すっていうのはかなりあの一生懸命考えていたテーマです。というわけでまあ先に言っていいんですけれど、まあ、あのペラン先生はもちろんこの実験をするのに非常に苦労されたんですけど、まあ、現代ではあのかなり簡単に ブラウンドを見ることができます。これはあの、うちの大学の西坂研究室というところで撮影した、えー、ポリシチレンの、ポリチレンの、えー、と0直径0.5マイクロメーターの粒子が水中でゆらゆら、まあ、大きいのはピンボケですけど、ゆらゆらゆらっとあのブラウンドをしている様子ですね。アインシュタイン先生に見せたかったところです。というわけで、まあ、人々は、あの この世界は原子や分子からできているっていうことを納得していくわけです。でそこから、まあ、今日のテーマである統計力学が生まれてきます。ボルツマンやギブスっていう、まあ、ギブスはアメリカの物理学者ですが、彼らがミクロな原子分子の存在に基づいてマクロな世界を理解する学問である統計力学を作っていきます。でもうちょっと具体的に言うと、ミクロな要素の従う基本法則。 まあ基本的には力学の法則ですが、それに基づいて、マクロな形の平行状態の性質を導くという、そういう理論体系を作っていきます。で、えー、とその中でですね、非常に大事なポイントの一つは、えー、マクロな形、大きな形の振る舞いっていうのは、ミクロな基本法則とは似ても似つかないということなんですね。ミクロな基本法則をいくら見ても 到底想像できないようなことをマクロな系はやってくれるという。まあ、それが、あの、こういうミクロとマクロを結ぶ科学のすごく面白いところです。で、その中でも想転位と呼ばれる現象は典型的な例になっているので、それを見ていこうと思います。それで、えっ、ー、と、想転位とはということで。 ここもまだイントロですねで想定位現象の中で一番典型的なのはやはり水と氷の間の想定位です。水という物質 H2O ですね。H2O という物質はご存知のように温度が0度より0度以下ではまあ平行状態という非常に長い時間待った後の状態は固体です。 カチンカチンの個体です。0度より上では水、液体です。さらさら流れる液体ですね。全然違いますよね。だってもう氷なんて当当たったら痛いじゃないですか。水はジャラジャラ流れる。そんな知らなかったら同じものだとは到底思えませんけど、もちろん冷蔵庫で水を冷やせば氷になることは分かっています。氷を置いとけば溶けて水になりますね。で、えっ、ー、とまあ、そういうことが起きるわけです。 で、水っていう物質 H2O という物質は、1気圧の環境ではちょうど0度を境に固体から液体へと突然変化する。これが相転移です。で、これは1気圧ということさえ守れば、日本でやろうと、アメリカでやろうと、あの国際宇宙ステーションでやろうと、実際やってます。どこでやろうとち、ちょうど0度を境に相転移を。 ここのように性質をを変化させる、まあ、相転移を起すすわけですもうちょっと一般的に言えば、相転位というのは、物理系のパラメータ、今の場合は温度を変化させたときに、ある値で系のマクロの性質が質的に何となく変わるのではなくて、劇的に変わることです。 で、まあ、典型的な例は、その物質の三体と書きました。今、これ、固体と液体ですけども、一つ、気体というのがありますね。その間での移り変わり。で、これ、今日のテーマですけど、強磁性相転あ後でお話ししますで。超伝導転移っていうのは、あの、金属をどんどん冷やしていくと、電気抵抗ゼロで電流が流れるという状態になって、それも相転を起こすんですけど、非常に、まあ、重要だし、役にも立ちますね。宇宙初期の真空の相転移の話をすると、終わらないので、これはそういうものもあるという程度にしておきましょう。 それで、まあ、これがいよいよ今日のメインテーマに近づいていくんですけど、想定因は一体なぜ起きるのか。なぜ零度で水は、あの、固体と液体の間に移り変わるのかっていうと、まあ、急にデモクリトス先生が出ましたけど、あの、デモクリトス的な考え方っていうのはですね、物の性質の変化っていうのは原子の形によるのだというわけですよ。で、あの、例えば甘いものっていうのは、こう、原子が丸っこい。 で、辛いものって原子が尖ってるんですね。だから、辛い、痛ってなって辛いっていうのがデモクリトス先生の考えなんだけど、まあ実はそうじゃないっていうことは僕たちはすでに分かっています。だからまあデモクリトス先生的に考えればですね、あの、これはきっとですね、0度で相転移が起きるっていうのは水の形が何らかの理由で変わる。0度を逆にガシッって形が変わってもうめっちゃ個体っぽいのになるとかです。でもまあもちろんそうじゃないんですね。分子の形っていうのは、あの、量子力学から決まる化学結合の、あの、 基本的に量子力学から決まる相互作用で分子の形が決まっているので、まあ、あのそれはです、ね、温度がちょっと変わったぐらいでは、その急には変わりません。では、次にデモクリトスを超える考え方としてです、ね、0度で水分子の間に働く力が変化する、これ、なかなかいい考えじゃないですか。0度より上では力は弱い。0度より下になると、急に引っ張る力が強くなる。なので、引っ張る力が強くなるので、ガシ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 と固体になる。これ、どうだ っていううわけけななんんですけど実はこうはこりませんあの分子の間に働く力も、まあ、やはり量子力学の法則で決まっていて、あの温度を境に急に変わるというようなことはありません、ね。で、そうすると、これはちょっと、これはダメっぽいのは最初からダメなんですけど、まあ、じゃあ、形も変わらないし力も変わらないんだったら、どっかにです、ね、0度になったことを知って、他の分子に命令を出すこうなんか賢い司令とリーダーの分子がいる。 でそのリーダーが温度を見ていて、あ、0度になった。よし、0度だ。みんな凍れ。はい、わかりました。って凍るっていうんだけど、まあ、もちろんそんなことはないですね。分子はみんな同じ単純な構造をしています。みんな同じです。でもちろん温度計を内蔵しているわけでもありません。さらに、これで言うとですね、実は分子の個数が少ないとき、1個、2個、10個ぐらいのときには、実は温度を変えていても争点は起きないんです。 まあその例えば10個ぐらいあればなんとなく水っぽいところとなんとなく氷っぽいところって映ることは映るでしょうけれど何か0度でシャープに変わるといったことは起きないんですね。なのであの相転移っていうのは実は分子がものすごくいっぱいいないと起きないです。リーダーもいないみんな単純なんだけど単純な分子がものすごくいっぱい集まると互いに影響し合って全体として 相転移現象を起こします、まあ、そういうこと、ものを強力現象って言ってるんですけど、相転移っていうのはそういうものだっていうわけですよ。で、個々のミクロな要素、今の場合は水の分子ですね。それはものすごく単純で、こういう形をして、まあ、適当に相互作用し合ってるだけなんですけど、それがいっぱい集まることによって、0度でピタッと性質を変えるという、ひじめ、マクロなひじめな性質が出現する。これが私たちの相転移の理解です。 でももちろん本当にそんなことが起きるのかっていうのは不思議ですね。そんな単純なものがいっぱい、単純なものがいっぱい集まるだけで何か新しい性質を獲得するなんていうことが本当にあるのだろうかと。でまあ、それについて知るためにこれからこの強磁性イジングモデルというものを詳しく見ていこうと思うわけです。 それで、えっ、ー、と、ここがメインになりますけれど、では、二次元、強磁性、イジング模型における想定ちょっと硬いですね。授業っぽいですけど、えっ、ー、と、それで、あの、こう、三つのパートに分けますが、まずは、モデルの定義から入っていこうと思います。で、やりたいことはですね、磁石のモデルです。で、まあ、あの、ここに磁石をもう一回きましたが、<laughs> えっと、まあ、磁石というのはご存知の N 極と S 極があって、あの、鉄のクリップとかをくっつけるわけです。でこれ、この N 極、S 極はあって、 クリップをくっつける磁石って一体なんで磁石なんだろうというと、これ実はデモクリトス先生が喜びそうな説明なんですけど、それは実はちっちゃい磁石がいっぱい集まってるからなんです。単純な答えですね。実はまあ、このちっちゃい磁石はスピンといって、これは原子レベルの。 ものなんですけれどスピンと呼ばれている、まあ、くるくる回ってるっていう言葉ですけど、回ってると思わないでください。まあ、これはそういう言葉がついているだけで、スピンと呼ばれているミクロな小さな磁石がいっぱい集まっているからなんですね。でこの小さな磁石はちっちゃいんだけれど、まあ、N 極、S 極があります。で、この小さな磁石が、まあ、この絵みたいにみんな同じ方向を向いていると、全体としてちゃんと磁石になっていると。まあ、それが実は、あの、 磁石っていうのはどういうものかという一番ざっくりした説明です。で、これから考える強磁セイジング模型っていうのはこういう磁石の最も基本的な理論モデルで、互いに同じ方向を向こうとする傾向を持ったものすごくたくさんのスピンの集まりのモデルです。で、ここではこの強磁セイジング模型の平行状態に注目しましょう。それは一定の温度の下で、マクロな時間変化も,マク,もマクロな流れもないバランスした状態。まあ、ずっと置いとけば落ち着くような状態のことです。 でそれでは早速モデルに入っていこうと思いますけれど、えー、と正方格子という、まあ、こういう二次元の格子を用意しましょう。でこれあの統計力学をやりたいのであの想定位の話をやりたいので。 あの要素がいっぱいある必要がありますね。でまあ、これ非常に大きくすれば大体相対位とかこれから見えてくるんですけど、まあ、ここは数学として簡単なために、まあ、これは最初から大きさは無限大だとしてしまいましょう。そうすると理想化されて話が簡単になります。でこういうところを格子点というんですけど、各々の格子点にはそのミクロな磁石であるスピンが載っているとしましょう。でさらにですね、 スピンはあの、これちょっと今変わりましたが、えっと上、上向きか下向きのいずれかだけを向いているということにしましょう。まあ、現実の世界ではこう横向きとかもいろいろ可能だし、まあ、本当は量子力学の記述が必要なんですけれど、まあ、ある種の,ももあの物質に関しては、まあ、ある理由から上向き、下向きを向きやすいということがあるので、まあ、ここではそういう物質をか念頭に置くことにして、上向き、下向きの2つの方向しか取れないというふうにしましょう。これが基本的なモデルです。 こういう二次元の5番目みたいなところに上か下を向く。二通りの向きを取れるようなスピンたちがずらーっと並んでいるというわけです。それで、えっ、ー、と、これの平行状態を考えたいんですけれど、まずですね、スピンの間に相互作用がない。これは当たり前の場合なんですけど、当たり前の場合の平行状態というのは次のように決まります。各々の,の,のスピンは確率二分の一で上を向くか下を向くかどちらかです。 確率二分の1っていうことは要するに各々のスピンが例えばコインでもポーンと投げて表が出たら上向いて裏が出たら下向いてということですね。まあ、これ上も確率二分の1だし上下何の区別もないですからこれだと上下がちょう全体としては上下がちょうど半々になります。つまり上向きと下向きが打ち消し合いマクロには磁石の性質を示さないということになります。まあ、これはつまらない場合ですけどこれが出発点です。いいですね。 で、これを少し面白くするために、ミクロな相互作用を入れます。で、まあ、ややこしいことはしないです。すごく簡単なことを考えます。で、何を考えるかっていうと、おのおののスピンは、まあ、こういうとこにいると、こう、5番目に並んでいるので、こう、お隣が4人いますね。その周りの4つのスピンを見て、で、その人たちと大体同じ向きに揃おうとします。で、まあ、どれぐらい揃いたがるかっていうのを、この A という、 あの定数で決めることにしましまょう A が1だと、まあ、全然揃う気がなくてそれさっきのページでやったあの確率1 2分の1で上か下かっていうやつです。A が大きければ大きいほど、まあ、周りと揃おうとすると。 まあ、あの基本的にこれであの十分です。ただ、もうちょっとちゃんとあの具体的に知りたいという人のために、ちゃんと厳密に定義しておきますと、えーとまあ、この人にとってですね、周りを見渡したときに上が何個いるか、下が何個いるかを数えます。n 上、n 下っていうのが周りにある上向き、下向きスピンの個数です。この絵だったら、a、n 上が3で、n 下が1ですね、1個だから。 それで P 上 P 下っていうのはこの注目しているこの人が上を向く確率、上を向く確率、下を向く確率です。で、それがこういう式なんですけど、まあこれあの分母は共通なので結局この分子だけが大事ですね。結局 P 上対 P 下っていう比は A の N 上上対 A の N 下上というわけですから、まあ確かにこれは例えば N 上の方が大きかったら上に向きたいぞっていうことは、まあさっとわかると思います。まあ基本的にここに言葉で書いてあることで十分です。で、この規則を、この規則をすべてのスピンにこの確率規則をどう適用することで定数 A に対応する平行状態が決まります。これ、これあの、全員がこの規則になるので、この この人たちもやっぱり確率的に動くわけだから、まあ、この人にとって周りのこの個数っていうのは、こう、バラ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 確率的に変わるので、これ、あの、言葉で書くのは簡単ですけれど、まあ、数学、数式も簡単ですけど、実際にどうやって平行状態が決まるかっていうのはかなり難しいです。まあ、それは後でまた言いますけれど、で、えっと、これだけだとなかなかピンとこないと思うので、ちょっと具体例を見ておきましょう。 で、えっ、ー、と、例えば、まあ、こういう絵みたいに、この人がどうしようかなと思っているとき周りがたまたまこうなっていると。これは N 上が2個で、N 下が2個ですよね。で、それを、この N 上に、N 下2っていうのをここに代入しましょう。代入すると、えっ、ー、と、みんな2だからこうなって、これ割り算ができて、2分の1、2分の 1, 1。そりゃそうかと。この場合は、周りで、N 上と N 下が等しいから、まあ、この真ん中の人はどっちとも取れないから、まあ、確率半々で上下になっていると。 そういうことになりますね。で、まあ、もうちょっと。で、さっきの見たのと同じように、N 上が3個で、N 下が1個だったらどうなるですかで、そうすると、えっ、ー、と、ここに代入するわけなので、こういうふうに求まって、で、これ、こう、えっ、ー、と、A で上下、約分すると少し簡単な形になります。でこれちょっとまだよくわからないので、例えば A が2とやっていると、2人が C ですから、5分の4、5分の1。まあ、大体8割型上向き、2割型下と。まあ、それ大体、もっともらしいですね。 あるいは、あの、A イコール3にすると、今度は9割方上、えっ、ー、と、1割方下です。まあ、例えばトランプのカードで1から10を持ってきて、シャッ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 ってよく切って、で1が出た時だけは下を向いて、それ以外の2から10が出た時は上を向く。まあ、大体それぐらいですね。まあ、かなりの確率で上を向きます。まあ、もちろんでもね、1を引っ張る確率もありますから、そしたら下を向くというわけです。で、これ、さっきちらっと、あ、すいません。間違えました。それで、えっ、ー、と、これは、あの、 物理を学んだ人向けにちょっとつけたスライドですけれど。 えっと、今の定数 A と温度というものがですね、統計力学を介してつながります。統計力学によれば、この A という定数はもう指数関数とか使ってますけど、こういう形で書くことができるんですけど、J というのは今の場合、正で、交換数合作用定数と呼ばれる、これは物質に依存する定数です。KB はボルツマン定数、さっき出てきたボルツマンの名前を課した定数、名前を関した定数で、そして T はあ絶対温度ですね。 で、なので、まあ、ここで組むべき最大のことは、まあ、これ、指数関数ご存知ならわかりますが、t が小さくなると、この分母が小さくなって、ここが大きくなるので、a が大きくなります。つまり、温度が低ければ低いほど、a が大きくなるということです。で、この規則を、 すべてのスピンに適用することで、絶対温度 t における平行状態が定まるわけです。で、これですね、統計力学習った人はなんか習ったのと違うぞって思うかもしれませんが、そうではなくて、実はこれ、統計力学で習うカノニカル分布と完全に同じものです。ただ、それをですね、条件付き確率によって、あの、特徴づけていると。そういうことになっています。さてと。で、これ、あの、さっきもちらっと言いかけたことなんですけれど、 あの平行時代どう決まるか、まあ、このルールをがすべてのスピンに適用されて決まるっていうんですけど、まあ、それ、そう簡単じゃないわけですね。で例えば、この1つのスピンの振る舞いがどうやって決まってるのかっていうと、まあ、それはこの周りのですね周りの4つの人たちの振る舞いを参照して決まるわけですね。じゃこの周りの4つの人たちの振る舞いはどうやって決まるかっていうと、まあ、このまた周りの。 人たちの振る舞いに、周りの9個、まあ、この人はすでに出てますかここは新たに8個ですね。その人たちの振る舞いを知らなきゃいけないでで。この8個の振る舞いを知るには、また周りの振る舞いをしなきゃ知らなきゃいけないから、まあ、これをやっていくときりがないんですね。まあな、なんか賢い数学でやるしかないんですけど、まあ、あのなんかやりようがないかなっていうわけで、 えとこれをなんとかするための一つの方法が、ルートストラップ禁止と呼ばれているものです。まあ、ちょっとこれから数式が出てきますけど、まあ、考え方は簡単な禁止なので、ちょっとお付き合いください。まあ、これは平均場禁止とも呼ばれています。それで何をするかというとですね、これはまあ大胆な禁止をするんですよ。この N 上とか N 下っていうのは、さっき言ったように確率的にこう周りの周り、まあ、あるスピンの周りにいる人たちで、いろいろ 変わるわけですね。しかしですね、変わるとあまりにも大変なので、もうこの N 上も N 下もですね、バーをつけてますが、N 上バー、N 下バーという平均値、もうバラバラ変化しない平均値で置き換えてしまおうと思います。この平均値っていうのはなんか A に応じて決まるんですね。定数 A を決,まれ決めれば平均値、まあ温度を決めれば平均値が決まるから、もうその平均値で置き換えてしまおうと。と、p u P p そうすると p u p 下っていうのは、このここをただバーで置き換えたものになるので、これ決まった値になる。 でこうすると、えっ、ー、と、例えばですね、P 上と P 下の差っていうのが、まあ、上下の差で、まあ、大事なものですから、まあ、それを、これを代入して計算できますよね。で、まあ、これ、ただ、こう、ちょちょっと、これを、両辺を、上下をこれで割っただけです。それで、ですね、次にちょっと違うことを考えるんですよ。 まあ、p u p 下っていうのは今この人が上を向く、下を向く確率でしたけど別にこの人って特別なことないですよ。だからこいつにしてもこの同じ p u p 下で上を向いたりしたり、向いたりするしこの人もこの人もこの人もみんなそうです。なので周りの4つのスピンが上を向く確率、下を向く確率も p u p 下なのでですね、この中で上を向いているのは何個ぐらいあるかっていうとそれは まあ例えば P 上が4分の1で4個だったら大体平均で1個いるわけですね。それがこの計算です。N 上バーっていうのは大全部で4個。4個であの確率が P 上だから4倍の P 上になります。N 下バーはもちろん4倍の P 下です。そうするとですね、あの、これの差を計算すると、こういう、ここに出たけど N 上バー引く N 下バーっていうのはこうなって 4M とかけてしまいます。 かけてしまいますと言ったらなぜかというと、この N 上バー引く N 下バーってここに登場してるじゃないですか。よく見ると。で、この後に登場してるものが、なんとですね、4M と書いてあって、これ、この左辺にあるものですよね。そうすると、この式をここに代入すれば、いろんなものが消えてしまって、この式が出てきます。これは、M っていう知らないもの、A はこれは、A は僕たちが決めるものですね。 A は今いくつにしようどれぐらい揃いやすいかっていうことは、A は与えられている、決まっている定数です。A は決まっているもの、2と決まっていてで、M だけ知らないんだから、これは実は M を決める方程式になっています。で、これをですね、ブートストラップ方程式、まあ、別名自己整合方程式とも言うんですけど、そういうふうに呼ばれています。で、これはそのウィリアム・ジェブートストラップ教授が 発明したからそう呼ばれていいるのでではないですブートストラップって何でしょうこれはですね、普通名詞でブートストラップです。ブーツって言いますけど、まあ、あれは複数形ですね。単数だったらブートでブートストラップなんですけど、このストラップってあれですよね。なんかポケモンのストラップをこうやって引っ掛けるこの。この引っ掛けるところをブートストラップっていうんですけど、それどういう、なんでこれブートストラップかっていうとですね、ブートストラップっていうのは、もちろんこういう意味なんですけど、実はこう、自分で自分を引っ張り上げるっていう意味にも使われて るそ,それはどういうことかっていうと、なんか柵を越えたいと。 でもこちょっとジャンプじゃっ思うから自分を持ちあそうか自分の,この靴の,このストラップを持ってギュッと引っ張ると自分がふにゃふにゃふにゃと浮いてお柵を越えられたみたいなそういうそうはならんやろっていう感じなんですけどそういうことを言っているそうです。でなぜこれがブーツストラップって呼ばれているかというとですね M というものを計算しようとしたらこの N ウェヒ N 下って知らないものが出てきたんだけどそこの N ウェ N 下は実はこう自分知らない M そのものやないかというのを代入してしまって知らないもの のが消えて今度自分だけで閉じてしまうということで、その自分で自分を引っ張り上げているっぽいというわけで、ルートストラップ禁止というふうに呼ばれています。でもちろん禁止なんですよ。 ななんでですすす。けれど、まあ、物理的な意味ははごくはっきりしている金字ですこれ出さなくてもいいんですけど、このそうはならんやろうシリーズというので、やはり非常に有名な例で、これも完全にホラ吹き男爵ですから出落ちですけれど、あの18世紀の有名な話がありますね。これ何,何男爵か忘れましたけど、ホラ吹き男爵がある日、わしはある日馬でパッカパッカと言っていたら、底なし沼に馬が落ちてしまって、ズブズブズブ。 でも、このまま何も捕まるものもなくて死ぬかと思ったんだけど、そうだと思って、この場合、ブーツじゃないんですけどね。自分の髪の毛を持ってギューッと上に引っ張ったら、ズズズズズ,ズとそこの足の沼から脱出して、助かったのだと言ったそうですけどね。なんか、ま、まさにこれがこういうブートストラップ。自分で自分を引っ張り上げる。そうはならんやろ。めちゃくちゃその例ですけど、そういうものです。そういう名前、ちょっとしつこかっそういう名前がついた金字です。 であの、そうやってブートストラップすると、ブートストラップの大胆な近似をすると、こういうその方程式が出てくるわけですけど、さっき言ったように A は温度で決まる定数だから、これは2とか3とか僕たちが手で与えます。これは知ってます。でそうすると、これは知らないものは M だけという方程式なので、これを解いて M を決めるということが原理的にできる。 わけですねただ、これは二次方程式でも何でもないから、そう簡単に今の公式で解きたりはできません。ただですね、これは恐れる必要はなくて、こういう時はグラフを書くんですね。横軸を m、縦軸を y にして、y イコール m と y イコールこのなんちゃらかんちゃらのグラフを書いてみます。で、その交点があれば、 これは、あの、わかりと思いますが、その交点があれば、これイコールこれだから、これイコールこれになって、この方程式の解が求まるというわけです。で、こういうのは、あの、まあ、手で書いちゃうんですね、プロはね。で、この、まあ、突性とか傾きとかに注目するとですね、まあ、こういうある A ブートストラップと1.649よりも A が小さいときは、グラフはこんなふうになります。で、この、えっ、ー、と、こっち側がこれのグラフで、もちろんこれがこの直線のグラフですけど、とこんなふうになってて、交わるところっていうのは、 この1箇所だけです。だから、解は m イコール0のみだということが分かります。しかし、ここ空いてるわけですが、a がこの1.649より大きいときってグラフはこんなふうになるんですね。で、そうすると、ここで交わるのはともかく、こうやってなって、また、ここと、ここでも交わります。つまり、このときは、解はですね、3つ出てきます。で、えっ、ー、と、ここ以外に、このまあ m、ブートストラップ a。 マイナス m ブートストラップせ正の回負の解がそれぞれ出てきて、3つの解が出てくるということになります。で、まあ、この回はですね。ある考察をすると不安定な回だということが分かります。まあ、そこは説明しないんですけれど。なので、まあ以降、この回は忘れます。と、こっちでは、この回が1つ。こっち側ではこの2つの解が出てくるということになるので、まあこれを実際整理してみると。 A が A ブーストストラップより小さいときには解は M イコール0のみです。M っていうのは P 上と P 下の差ですね。でそうするとこのときは P 上も P 下もちょうど2分の1だから、まあ上向きと下向きが打ち消しあってマクロには磁石になりません。しかし A がこの ABS よりも大きいときには、この M が正の解と負の解が2つ出てきます。A が M が正の解っていう方は P 上が2分の1より 本当に大きくて P 下は1 2より小さいつまり全体としては上向きの磁石になっているということです。で、一方、この M がマイナスの負の解っていうのは全体として下向きの磁石になっているというわけですね。つまり、この、えー、とルート E1.649 で想点位が起きるということが、この近似から出てきました。 もちろんですね、このブーツスラップ禁止っていうのは、まあこういうこの絵からも、これを出すとなんかめっちゃうさんくさいですかね。あの、まあこういうある種恒例をやってるところがあって、まあめちゃくちゃ大胆な禁止なんですね。ただまあこれで想定員のある種の本質はわかります。なんかまあ今の議論を理解していただければ一応そのこの手の想定員については免許改善と、ある種の理論的な理解を得たというふうに言っていいと思います。ただまあもちろん禁止は禁止です。 なので、まあ、じゃあ本当のことがどれぐらい分かっているかということを次にお話ししようと思うんですけど、まあ、かなりしっかりとした厳密な結果が今日では分かっています。 でも、ここから先はどうやって導くかなんていうことは到底言えないんですけれど、で、この定理と書きましたが、これは数学の定理がしっかりと分かっています。でも、これも非常に長い年月をかけて、ペンローズ、オンサーガード、ブルシン、グリフィッツ、まあ、いろんな名前を挙げなきゃいけないんですけど、非常に優れた数理物理学者、数学者たちがあの集まって、えっ、ー、と、最終的にいろんなことが分かっていることの一部ですけれど、二次元イジングモデルは争点を起こします。で、その争点を起こす境目の、えっ、ー、と、A。 定数 a の値っていうのは1たすル2である2.414ですかっていうことが厳密に分かっています。ちなみにですね、えっ、ー、とブートストラップでは a b p s ですね、ルート e であの双点が起きると予言されたんですけど、まあ実際にはこの a c の方がずっと大きいです。で、もちろん本,本物はこっちです。 こっちは ABS はあくまで禁止ですで。ここから分かることは、ブートスラップ禁止というのはスピンが揃う傾向を過大評価してしまうんですね。なんか A が小さめで相定位が出るという結論になってしまうんですけど、まあ、本当はこっちだったというわけです。そして何が分かっているかというと、A が AC よりも小さい。定数 A が AC よりも小さいときは平行状態に一致足すルート2より、小さいときは平行状態は1つしかあります。 確率的な意味で一つしかなくて、で、その時にはあと M は0ですね。上と下はの差は0になります。つまりこういう時には P 上と P 下はどちらも1 2分の1で、で、えー、と全体としては磁石にはなりません。 ただですね、あの近い区のスピン同士はやっぱり揃おうとします。で、ここにそのスピンの絵を描き、描いてみる、もちろんこれ確率的に変わっているんですが、まあ、ある瞬間パッと取ってきたら、スピンが上向き、下向きっていうのがわかるわけですけど、あの矢印で描いてるとどうしようもないので、えっと、上向きを黒点白向き、下向きを白点で表してみました。 で、そうするとですね、例えばもうこういうところにこう黒が割と固まってますよね。これはなんかこの辺ご近所はみんな黒だって、こう割と上、上をばーっとみんな向い、向いきやすいわけです。だけどまあずっと続くわけじゃなくて、この辺に来るとやっぱ白が多かったりするわけですね。だからまあ全体としては黒と白がまあちょうど半々で磁石にはならないんですね。だけどまああの近場で見れば黒とか白とかが集まっていると。まあ、そういうことになっています。で、次は、 今度はあのスピンが揃う方ですけれど、AC が、あ、違った、A が、定数 A がこの AC、1たすルート2よりも大きいときには、平行状態はちょうど2つあるということが分かっています。で、それぞれでこの M、P 上と P 下の差は、何かある M スター A っていう関数があって、で、それのプラスマイナスです。M スター A っていうのは、A が AC より小さいときは0で、AC のところ、まあ、この立ち上がり方も面白いんですけど、ある不思議な立ち上がり方をします。で、こここの、 M star A, C って書いてありますが、それはあくまで A が A, C より大きいとです、ねあの。そういう二つの解が出てきます。で、これがその一つ、解の一つですけれど、M が M スタ a A ですね。この正の値を取る解では P 上の方が1 2分の1より大きくて、P 下 t a 2分の1より小さい。マクロには上向きの磁石になっているわけです。で、これがスピンの様子ですね。で、また上向きの矢印を黒で表したので、まあ、大体みんな黒です。 ところどころ、まあ、面白いことに、この辺はやっぱ白で揃おうっていう塊が出現しているわけですけど、まあ、全体は黒が優勢になっている。そういうわけです。で、えー、と一方ですね、もう一つ絵画ちょうど2つの平行状態があるので、もう1つの平行状態があって、それは完全に逆で、M がマイナス M スター A になっていると。 あのこの差が負なので、今度は P 下の方が確率2分の1より大きいわけです。でこれはマクロには下向きの磁石になっていて、絵はこんな風ですね。今度はあの白、点、つまり下向きが優勢で、ところどころこういう黒が優勢なところがあ、ま、あの混ざっていると、そういうことになりました。というわけですですね、あのイジング模型この、このルールから想定移が出たわけですね。 各々のスピンはこのルールに従って周りの4人のスピンを見てその人たちに定数 A で決まる具合でほどほどに合わせようとしているだけです。で、司令塔もいなければ賢い人もいません。だけど、この人たち全体として、A、が AC イコール1たす√ 2の時に争点を起こします。この人たちはルート2が計算できるんですね。 どっかにルート2を計算している人がいるわけでも何でもない。おののはものすごく単純に、ただ周りになんとなくついていこうとしているだけなんですけど、それをやるだけで、それをやるだけで、全体としてルート2を知ってしまうわけですよ。まあ、もちろんそのコンピューター、このスピンをコンピューターみたいにして使えばルート2を計算できると。 できるわけですけども、そういうルート2を計算するプログラムを書いてるわけじゃないんですよね。これはただ単に周りにほどほどに従いなさいってやって、確率的にわーってやってるだけなんだけど、1たすルート2っていうのを計算して、そこで相対を本当に起こすんですね。まあそういうことが厳密に分かったわけで、要するにこう単純なものが集まって相対が起きるということが、ちゃんとこれ、統計力学によって理解できたというわけです。しかもですね、これ、すぐ下で次に言いますけれど、A が A C より大きいときには上向き、下向きの対称性が破れ、破った平行状態が出現していて、これを対称性の自発的破れと言っています。まあ、このキーワードはお聞きになったことはあると思います。今の問題ではですね、もともと上向きと下向きというのは完全に対等です。どっちが有利ということもなくて、あので 相互作用のルールも上向き、下向き、完全に対等ですね。ただ、周りになんとなく揃おうとするだけです。なので、まあ、例えば上向きと下向き、白と黒を全部反転しても何も変わらない。そういう対称性があるわけです。ところが、A が AC より大きいときっていうのの平行状態は、まあ、例えばこういうふうに、まあ、2つ平行状態があるわけですから、そのうちの1つを取ってくれば、こういうふうに黒、上向きが優勢なわけですね。一体なんでこれ、上向きが優勢になるの じゃあ、ちょっとよくわかんないから、この上を向いている人に聞いてみましょう。あなたはなぜ上を向いているんでしょういや、周りが大体いい上向きなんで自分も上向きです。なるほど。じゃあ、この隣の人にも聞いてみましょう。あなたはなぜいや、周りがみんな上向きなので自分も上向きです。じゃあ、あなたに聞いてみましょう。この人も、いや、周りが大体いい上向きなので自分も上向きです。もうこれ誰もですね、 誰も責任を取る人はいない。なんとなく周り、周り、周りを言っているだけで、結局、上向きのスピンたちがなんとなくお互いを支え合って対称性を破り、全体として上を向いてしまっているわけです。どこに司令塔がいるわけでもない。とにかくな、なんかの。 なん理由はないんだけれど結局上向きが選ばれる。なんかもう同じように理由はないんだけど下向きが優勢が選ばれることもありますね。だからこれってまあ言ってみればこういうブートストラップ的なことがでも今度はこういうコら吹き話ではなくて本当に数学的に厳密にそういうことが起きるということが分かってるわけですね。でこれこの話をあの分子検でしたときに終わった後の質問というかツッコミコーナーのところであの今。 上の人に話を聞いて、まあ、下向きの人にも話を聞いてみてください <laughs> あ、なるほどね。この人に聞いたらどうなんですかね。要はも周り大体クロス、上だけど、まあいいんじゃないですか、みたいな、なんかそういう感じかもしれませんけれど、まあとにかくそういうふうにして対称性の自発的な破れが起きているというわけです。それで、えっ、ー、と、ここで、あの、最後に、このパートの最後にですね、あの、次元の重要性という、ちょっと通な、あの、 注をしておこうと思いますで今、相転位と対称性の自発的にあぶれが生じたんですけど、このためには実はですね、この今考えている格子が二次元であるということが実は本質的です。で例えば、同じ問題で一次元を考えることもできます。一次元強磁セイジングモデルっていうのは、今度こういうふうにスピンが5番の目じゃなくて、ずっと1列に並んでいて、それでやっぱりこの人は両隣を見て、それに揃おうとすると。 そういうモデルなんですけど、これ、同じモデルですね。まあ、そうすると、やっぱり周りはみんな、あのみんなじ周りを見て揃おうとするから、争点位やあ対称性の自発的破れを起こすんじゃないかなと思うんですけど、これはですね、もうちゃんと分かっていて、A がどんなに大きくても、対称性の自発的破れも想定位は生じないということが、この場合は分かっています。で、これ、実はこれだけじゃなくて、ちょっと、あの、絵が苦しかったんですけど、えっと、こういう絵を描いてみました。これ、1次元。 これもある種一次元なんですけど、こ,こ,こういうとこは格こ子点で,で、この,この隣り合う格子点がこう、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 ってなってるって。1、2、このリング上に5つこう子点か。後方向に5つあって、まあ、5じゃなくても10でも100でもいいんですけど、でこっち方向にはずっとつながってます。だからこの格こ子点だとお隣はここ、こうこ、こうこ、ここの4つと。 こういうやつですね。だからまあこれある意味二次元のあのこういう二次元のこうくるっとは筒みたいな、筒みたいな感じなんですけど、まあ基本的にはあのある種二次元です。四つの方向に行けるからねで。ただこっち方向はぐるっと回ると戻ってきちゃうというで。まあこっち方向はずっと行きっぱなしという、そういうものなんですね。でこれ二次元なのか、あの一次元なのかっていうまあ考え方次第なんですけど、えっ、ー、とまあこの 局所的な細かいところでのつながり具合っては二次元っぽいですけど、まあ、全体としてはすごくあのこっち方向にしか伸びてないから一次元っぽいですね。でこの 上にイジングモデルを定義して同じように周り4つの様子を見てっていうあのモデルを考えることは当然できます。でそれをブートストラップ近似で扱うと、ブートストラップ近似は周りに4人何人いるかだけしか寄らないので、実はあの2次元の場合と全く同じでブートストラップ近似をすると堂々と相転移があるよっていう結果が出てきます。ところが ところが、えー、ちゃんと厳密に結果は分かっていて、この格子上のイジングモデルというのは、これやはり上と同じで争点位は生じません。どんなにを大きくしても対称性を自発的に破ったりはしないんですね。だからこれを見ると、そのやはり今見てきた争点位というのは決して当たり前のものではないということがお分かりいただけると思います。で、えー、とここで,です、ね、ちょいっと軽い話題をしようと思います。 でえー、と名前はかっこよくて、集団の意思決定のモデルって言ってるんですけど、まあ、これ実はイジングモデルそのものなんですけど、これ見ればわかると思います。何かですね、全く優劣のつかない2つの選択肢のどちらかを選ばなくてはならない。 まあそれを仮に白と黒と黒ししましょうここでまあゆ全く優劣のつかない選択肢って何か思いつかないですね。キノコ、タケノコとか言ってる僕はどっちでもいいんですけどもうそういうの言うともうすごく絶対こっちだっていう方が必ず YouTube の視聴者の中にはいらっしゃいますね。紅白歌合戦の白か赤かっていう、まあ、僕は赤を応援するのでやはりそれもダメなんでまあなんだか知らないけど、まあ、仮に全く優劣のつかない2つの選択肢があったとしてそれをみんな選ばなきゃいけないとしましょう。 で、それをどうやって選ぶか。まあ、この人がどうやって選ぼう悩んでいるんですけど、まあ、大体やりたいことわかると思うんですけど、まあ、非常にわざとらしい話ですけど、人々が5番目上に、これまあ9人しか書いてませんけど、ずっとつながってて、5番目上に人々がずらーっと並んでいるというふうにしましょう。で、この人が自分の意見を決めるにあたっては、周りの4人の人たちが白か黒かっていうのを見てですね、 でまあ大体それになんとなく下が、まあ、イジングモデルと同じルールでなんとなく合わせようとすると、まあ、そういうモデルを考えてみる遊びですね。モデルを考えてみましょう。そうするとどうなるかっていうと、もうそれはよく知っていて、この A というのが、まあ大体どれぐらい周りの言うことを聞くかっていうのを決める定数ですね。でまあ、全員が同じ A を持っているとしてるわけですけど、で、まあ、全員が A が A がこののとよりも小さい時は人々の意見はまとまりませんでまあ全体としてはこの辺は黒の考えの人が多いけどこの辺は白が多くてこの辺は黒が多い。でも全体で集計するとまあ白黒半々とまあそりゃそうだろうと。白と黒と優劣のつかないどっちでもいい意見だったんだから半々になるのは当然じゃないかというわけですけれど。 えともし A が1たすルート2よりもガチで大きいときには、えーと、もう平行状態、非常に長い時間の後にの人々の意見分布っていうのは、実はこの黒優勢か白優勢かどっちかになるということが、イジングモデルの解析から厳密に分かっているわけです。つまり、この場合はどういうことかっていうと、その白と黒に仮に全く優劣がなかったとしても、 実はどちらの意見が優れているということがないんだけれど、集団の相互作用のためにどちらかが選べばれてしまって、もうほとんどみんなが黒、白は少数派、ほとんどみんなは白、この辺の黒の集落は少数派っていう、そういうことが起きてしまうというわけです。別にここから何らかの教訓を引き出そうとか、そういうつもりは全くないんですけど、まあ、こんな簡単なモデルを考えてもこういうことが起きるわけですね。で、えっと、まあ、これですね。 長い時間って書きました。時間発展のことを全く言ってないんですけど、まあ、例えばある種の確率ルールで人々が意見をパッ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 とずっと変えていくと、長い時間の後に平行状態が再現されるということはよく分かっています。だからまあそういう時には長い時間の後と言えばいいんですね。でまたま、そうやって時間発展で作る場合は、初期状態の影響というのはすごくあります。だから、例えば、もともと黒が優勢で、今そういうことをやれば、A が AC より大きいとき、ね。 もともと黒が優勢で A が AC より大きいときには必ずこっち側に落ち着きます。もともと白が優勢で A が AC より大きければこっちに近づきます。でも、このモデルだと仮に最初黒が優勢でも A が AC よりも AC 以下のときには結局長い時間経つとあのこういうバラバラのところに落ち着くということもわかります。まあ、これはちょっとしたお遊びの話でした。では、また物理に戻りましてですね。 えー、様々な相転位と統計力学で。特にそれを秩序状態と無秩序状態という軸で見ていこうと思います。で、まず、まあ、これはもう耳たこで、イジング模型の相転位なんですけれど、えっ、ー、と、A が、が AC よりも1足すルートにより大きいか小さいかで性質が違うんですけど、A と温度の関係を思い出せば、これはこちら側温度が高い側ですね。こちら側温度が低い側です。 で、えっ、ー、と、秩序、無秩序ということで言えばですね、こちらはスピンが全体として揃って磁石になるという秩序があります。こちらはスピンが全体としてバラバラなので無秩序状態ですね。で、この秩序状態では対称性の自発的破れも生じているというわけです。で、これは先ほどから言っているように、統計力学を使って完全に理解できるいい例題になっています。で、えっ、ー、と、現実的な共事生態、まあ、つまりこの話、 本物の本当の磁石ですね本当の磁石の場合も、大体、病像は同じで、温度が高いときっていうのは、スピンの向きはバラバラで、全体としては磁石になりません。で、えー、と温度が低いと対称、秩序状態になり、対称性の自発的な破れが起きて、あのマクロな磁石が生じるということになります。でこれはですね、まあ、モデルの仕方とか物質にもよるんですけど、まあ、かなり統計力学でかなりしっかりと理解できています。 まあせっかくだから例を見てみましょう。ネオジム磁石ってご存知の,あの冷蔵庫とかにパチンとくっつけるすごく強い磁石ですね。レースが、300度で争点を起こすということが知られていますので、まあ、せっかくだから実験してみようと思います、ね。これ100均で売ってるので買ってきました。まあ、100均なければ Amazon でちょっといっぱいですけど買うことができます。でまずこれ室温なんですけど、秩序状態になっていて、 でこれネオジム磁石を使うと、こうやってまあクリップをいっぱいくっつけることができるよというわけですね。で次に、これを火には注意して、バーナーで温めて、バーナーじゃない。これはただのガ,ガスコンロで、家庭でできるガスコンロで温めてみようと思いますで。こうやって温めると無秩序状態になるはずなんですけど、ね、ちょっとくっつきます。けど、さっきに比べたらずっとくっつきは弱くなっていますね。まあ、こんなふうに、その のこれ、ちょい手前ですけど、想定位の様子というのを簡単にあのガスコンロを使えば見ることもできます。ちなみにこれ、さっきの理屈から言うと、冷やすとまた秩序状態に戻って完全な磁石に戻りそうなんですけど、あのちょっといろいろな理由があって、完全な平行状態に戻らないので、この実験で遊んだ後、これ弱い磁石になります。なんかうちのはこうマジックで弱って書いて使っています。それで、じゃあ、あの今のがデモでしたけれど、今度はじゃあ、あの最初の つかみにも使った水と氷の相転移のことを思い出してみるんですけど、もちろん温度が高いと水、温度が低いと氷ですね。で、これは分子の立場から言うと、ご存知と思いますが、水では分子たちはバラバラに運動している。低温のこの氷では分子たちは整然とした結晶を作っています。これが結晶ですけどね。そうすると、まあ、こちらが無秩序状態。 こちらが秩序状態で対称性の自発的破れを起こしているということになります。これも統計力学で理解できるっていうとかっこいいんですけど、ここはちょっと面白いというか情けないところで、まあ、もちろんこれは統計力学で理解できるはずで、かなりいろいろな理解も進んでいるんですけど、しかしですね、この問題を完全に統計力学だけを使って理解するということはまだ できてないんです。難しい問題。いまだ21世紀になってもこれを完全に理論で理解するということは人類にできてないんですね。すごく難しい問題です。まあそういうところにも実はフロンティアはあるんですね。で、えー、ともう一つこれもフロンティアなんですけれど、えー、と東大の西口さんというあの素晴らしい研究者のがのやってくれた、やった実験なんですけど、あのこれはですね、 バクテリア集団って書いてありますが、まあ、大体体長0.02ミリの大腸菌がこの二次元のプールの中にいっぱいいて泳いでいます。でこの論文に発表されている結果なんですけど、でこれまあ、なんとなくこう、スイスイ楽しそうに泳いでいるわけですけど、ここでパラメータを変えます。で、それは温度とかではなくてですね、今度は人口密度、大腸菌密度を変えます。これなんか、 こちらは空いてるんですけど、こっちは完全に混み,混み合ったプールで大腸菌くんたちが泳いでいるんですけど、これですね、よく見てください。まあ、ただ混,混んでるんですけど、ただ混んでるだけではなくて、この人たちは割とですね、こう左右方向に泳いでいて、縦方向にあんま泳いでない。こっちはもうみんな完全にバラバラな方向に泳いで こっちは完全にバラバラな方向に泳いでいるんだけど、この混んでくると、はい、まあ互いにぶつかったりするせいがあって、これはみんな、みんなでこれ左右方向に泳いでいます。ところがこれは別に左右に何か特別な意味はなくて、左右でも上下でも同じです。対称性があります。なので結局これはどういうことかというと、こちらはみんながバラバラの方向に泳ぐ無秩序状態。こちらはですね、左右と 上下という対称性が自発的に破られた秩序状態ということになります。で、この論文ではまあ非常にこの相転移を精密に解析していて、あのこれが相転移だということを非常にはっきり言っている、まあ、すごく面白い論文です。で、まあ、これに関連してですね、今までちょっとしなかったんですけど、一つ理論の理論物理、数理物理の論文を見ておこうと思うんですけど、まあ、あの、for, for Ecclivion Models of Working、こういうなんか群れ、 群れに関するこう,あの、まあ、こういうコヘンバーグマミマグナタイプセオレムっていうそういう論文なんですけどこの中に、まあ、ごちゃごちゃ数式が書いてあってこの定理3というものが出てくるんですけど この定理さんが何を言っているかというのをざっくり言うと、実はさっき見たバクテリア集団の装填員は通常の並行の統計力学では決して説明できないということが言われています。で、ここではあのもちろんちゃんとあのバクテリアみたいに、なんかピューっと進んでいって、お互い来るとこう。フィット避け合うとかですね。そういうもそういうものをちゃんと取り扱っています。 そういうものを取り扱ってるんだけど、ただし平行形の統計力学でそれを取り扱っていますで。そうすると、この定理さんが言えて、この定理さんではああいう想定は起きないということを言ってるんですね。で、まあ、こういうせっかく盛り上がっていたところで、こういうね、否定的な結果を出すやつは誰だっていうと、まあ、当然お分かりのように、これは私の論文です。えっと、さっきの西口さんの実験 コロナの初期で Zoom でやった彼の集中講義で聞いてそう面白いなと思ってあの一生懸命やっ,たやってあの作った理論がこれです。まあ、そういう意味ではコロナになってから着想して完成させた最初の論文なので、まあ、ちょっとそういう意味でも思い入れがあるんですけど、まあ、でもダメだっていう結果を示してしまいました。というわけでこの 西口実験に戻るとすごい綺麗な想点があるんだけどこれは平行状態の統計力学では理解できないんです困ったことじゃないかっていうとそれはそうじゃないですいい,いいことですつまりこれはこの西口実験っていうのは実は新しい領域に踏み込んでいてその 今までの統計力学とは違う、非平行形を扱う新しい統計力学がなければ、この西口実験は理解できないということをちゃんが分かったというわけですね。これはいいことです。でまあそういう方向の研究っていうのもいっぱいあるんですけど、まあそこまで喋るとさすがに時間がないので、今日はここまでにしておこうと思います。それでですね、まあこれでほとんど終わってもいいんですけれど、ここはちょっとその数理物理オタクの この本書を出しましてですね、最後、また2、えー、次元強磁性イージング模型に戻ります。一番基本あの主役である2次元強磁性イージング模型に戻って、その転移点での振る舞いということを見ていこうと思いますで。これはキーワード的には臨界現象と呼ばれているものの、まあ、一つの例を素早く見るということをしようと思います。随分長い動案感になっていて申し訳ないんですが、でえー、とこれが共事、えー、性、2次元強磁性イージング模型のスピンの配置。 典型的なスピンの配置でしたね。A が AC、1たすルート2よりも小さいときにはみんなバラバラ。1たすルート2より大きいときには、まあ、白か黒か、どちらか、どちらかがたまたま選ばれて、どちらかに揃うと。で、そのちょうど A が1たすルート2のちょうど点位点のところを臨界状態というんですけど、その時のこういうスピンの上下の絵っていうのはなんかすごく複雑なんですね。 で、まあ、半々は半々なんだけど、なんか大きな塊もあるし、ぐちゃ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 してる。実はこれについてはとんでもないことが分かっていて、この転移点のでの上向きスピンと下向きスピンの範囲の境目、黒と白の境目をたどっていくと、そこは実はフラクタルと呼ばれている図形になっているっていうことで、フラクタルご存じない方がほとんどだと思います。フラクタルとは、 自己掃除で一般に整数でない次元を持つ図形のことです。わかんないですよね。これもまたもう最終盤なんですけど、これ大アートで説明します。まず自己掃除性。これは、まあこの絵を見ると。 あ、なるほどって分かる仕掛けなんですけど、これは、えっと、なんだ、ジャッジとかいう、まあ、昔の雑誌の表紙なんですけど、その表紙の中にこの女性がいて、で、その中でこの同じ雑誌を持っているというわけですね。僕、こういうの子供の頃からすごい好きだったんですよ。で、そうするとその雑誌の中には同じ女性がいて、また持っているので、また持って、まあ、これ絵ですからどっか途中で止まりますけど、これが自己装置ですね。一部を拡大すると全体とほぼ同じになると。それが自己掃除性です。 でまあ、これでもう説明つきてるんですけど、まあ、実はついつい言いたくなっちゃうんだよな。あのじ、実はこの講義の最初の方でですね、僕たち自己掃除のものを実はこ,こっそり見てたんですで。これはその西坂研究室で撮ってくれたドブラウンドの動画なんですけど、西坂さんはこういうのすごく上手でですね、同じものなんですけど、縮尺を7.1倍にして拡大して、で、時間は50倍にスロー再生します。 これ何ですかこれ。実は50のルートが平方根が7.1なんですよ。で、そうすると実はこれは動画として、この上の運動と下の運動っていうのはほとんどそっくりになります。つまりこの場合は、あの、えっ、ー、と、縮尺を拡大して、しかも時間の方もこうやってスローに拡大するんですけど、そうするとまた自分と似てくると。これ言わなくてもよかったんですけど、ついつい言いたかったんです,すいません。先に行きます。で、えー、というわけで、えっ、ー、と、フラクタルというのは自己相似で一般に整数でない次元を続け、自己相似の方は 説明終わりました。じゃあ、一般に整数でない次元を持つ図形って何図形でって、次元って整数じゃないですか。1、2、3。そうなんですね。普通次元は1次元、2次元、3次元です。今、ここに典型的な1次元、2次元、3次元と思われる図形を書いておきました。そして、この図形の一辺の長さを1、2、3、4とこう変化させたんですね。ここで、 この図形を構成している部品の個数に注目しています。で、これはまあ、1次元は爪楊枝でできてますから、これ1個に2本、1本、2本、3本、4本ですね。2次元はなんかこういう四角い板でできてますが、板の枚数が1枚、4枚、9枚、16枚です。で、えっ、ー、と、3次元はこれはサイコロを積み上げてますね。だからこれちょっとう隠れているサイコロも数えようって言ってやんなきゃいけないんですが、そ、ま、う、あ、と1個、8個、27個、64個です。さて、規則性はありますかもちろんあります。こうやって計算した人も多いと思いますけれど、これは、 えっと、まあ、2の1乗3の、まあ、みんな、これは長さと一緒ですよね。で、これは下の長さと比べてます。で、これは長さの2の次乗、3の次乗、4の次乗、これは3乗ですね。だから、ま、これを見れば明らかなことですけれど、D 次元の図形では、部品の個数イコール長さの D 乗という、そういう関係があります。これを踏まえて、次にすごくわざとらしいことを考えます。ほ、方曲線と呼ばれてるんですけど、さっき1次元を作ったのと同じつまようじを持ってきました。 この爪楊枝を4本用意します。4本用意してですね、それをこういうふうにこう1本、2本、3本、4本っここでこう、コキッと60度に曲げて、またこうやって戻すことによって、長さ3の図形を作ります。ここでこう60度でせ正三角形になってるわけで、これで長さ3の図形ができます。そしたらですね、この図形を今度部品だと思って、で、これをまた4つ用意します。 で、それを同じようにこう来て九十60度曲げてこうやってこうやることで長さ9の図形を作る。まあ実際これやるときに、これをやってこれを作ったら、これを今度グループしてコピーして、こうやって,ってってって作りました。で、そうすると長さ9の図形ができる。でしょ。ッたーやることわかりますよね。今度これをグループにして一塊にして、これと同じ部品を4つ作って、それを1、2、3、4ってこうやって並べると、こういう図形ができます。 で、そうすると、これ、長さが1、3、9、27って増えていくんですけど、部品の個数はどうなりますか 4, 本16 ?4 個、16個、64個。というふうに部品の個数が増えていきます。で、思い出すのは、D 次元の図形では部品の個数イコール長さの D 乗なんだから、長さがこうだから、こうならなきゃいけない。これでも変ですよね。4イコール3の D 乗、D イコール1だったらこれ小さすぎるし、D イコール2にしたら9になるから大きすぎるし、ダメじゃん。 と思うわけですけど、これ、あの、対数をご存知の方は、 実はこれログ4割るログ3というふうに D を選ぶ1.2619ですとかちょんちょんちょんですけどね。そういうふうに選ぶと、ここの関係が全部満たされるっていうことがお分かりになると思います。まあ、ご存じない方も1じゃ小さすぎるし、2じゃ大きすぎるんだったら、まあ確かに1.26ぐらいかなっていうのは、なんとなく雰囲気分かると思います。で、これをまあ今のずーっと繰り返して作っていった、これウィキペディアから持ってきましたが、これがこの国庫曲線ですけれど、この国庫曲線というのはフラクタルでです。でまあ 確かに、まあ、わざとらしくやったので、このまあ部分を拡大すれば全体になりますね。全体とほとんど似ています。そして次元はこの1.2619という整数でない中途半端な次元を持ちます。まあ、すごいっちゃすごい面白いっちゃ面白いですけど、まあ面白さも中ぐらいですね。 な、なぜかというと、もうこれはこういうふうに自己,自己掃除なのは当たり前で、自己掃除になるように作ったからです。で、まあそうやって作ると、まあこういう中途半端な次元が出てくるというわけです。あ、これで、あの次元の方の説明終わりました。ようやくこれが本題でしたね。ここに戻りました。えー、と、この境目の黒と白の境目はフラクタルで、フラクタルというのは自己掃除で一般に整数でない次元を持ち続けて自己掃除と一般に整数でない次元というのを説明しました。 そして、もうあとちょっとなんです。すみません。えっ、ー、と、ここで、点移点でのイジング模型の、これは、黒と白との境界のところだけを引っ張り出してきた図形で、確かにぐち,ぐちゃ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 しています。そして、これは数学的に厳密に分かっていることなんですけど、この時の上向き下向きスピンの境界、A が AC1 たすルート2の時の上向き下向きスピンの境界は、次元が8分の1 1.375のフラクタルになっています。 ただですね、この時の図形っていうのは、これはランダムな図形なので、あの、拡大すると、あまあ、正確に言えば拡大し,しても、あの、同じ確率ルールで曲線が描かれるっていうことなんですけど、まあ、大体、まあ、拡大するとすごく似たようなものが出てくると、そういうふうに思ってください。あの、ランダムなんだけれど、やはり、ある種の自己相似性を持っていて、あの、数学的にきちんとこの次元であるということが示されるというわけです。でしつこいですが、これは数学的に厳密な結果です。 するとですね、これは強調したい、ちょっと強調しすぎかもしれませんけど、僕はこれはすごい驚くんですね。もともと何だったかっていうと、最初からやってるその、各の,ののスピンは周りの4人の様子を見て、それに従おうっていう、それだけの話です。で、A, A として1たすルート2っていうまあ特別な転移点を選んだんですね。で、そうすると、 なんとですね、この人たちは全員が一緒になって、黒と白の境界でこういうフラクタル付けを生み出してしまうんです。でも、この1.375になれなんてどこでも言ってないんですよ、ね。自己掃除になれなんて誰も言ってないですよね。だけど、こうやってですね、もう各ののスピンは、ただ周りの4人を見て、なんとなくそれをうかなってやってるだけで、境界がこういうフラクタルになってしまうんですね。だからもうこれは僕はなんか数学的奇跡。 言ってますけど、本当に数学的奇跡のレベルの話だと思います。で、しかもこれ数学的に厳密にな定理としてこれが示されているんですね。だからまあこの辺まで来るとかなり数理物理オタクかもしれませんけれど、こういうこうイジングモデルの問題っていうのは。 数学としても非常に深いものがあって、数学者もどん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 研究しています。というとですね、まあ、統計力学の問題だし、数学の中でマイナーなんじゃないって思うかもしれないんですけど、ちょっと悔しいから出すと、実は、まあ、フィールズメダルごの、ご存知のようにフィールズ賞っていうのは、まあ、人類最強の新人賞ですね。数学の 新人に与えられる若い若手の研究者に与えられる賞ですけど、まあ、ものすごく権威がある有名な賞ですけど、2006年にあのこれを取ったウェルナーっていう人は、SLE というまさにこういうこれを含む曲線の振る舞い、フラクタル性とかについて研究して、あのその、その、えっ、ー、と、 その業績でフィールズメダルを取っています。実は彼だけじゃないんですね。実はさっきのこの定理をまさに証明したのがスミルのですけど、えっ、ー、と、彼も2010年のフィールズ賞受賞者で、まさにこのイジングモデルを含むモデルのこう、表形不変性っていうんですけど、まあ、こういうスケールを変えた時の振る舞い、臨界転移点での振る舞いで、あの、フィールズ賞を取っています。これだけじゃないんですね。えっ、ー、と、今年の,の、あの、フィールズ賞を取ったユーゴ・ドミル・コパン。 っていう人はあのこ、彼の受賞理由は今度は3次元、4次元のイジングモデルとか、そういうやはり統計力学の問題なんですけど、まあ、彼も実は2次元のこういう問題をやっていて、あの今彼がガチで取り組んでいるのは、イジングモデルを含む2次元の統計力学モデルの強形普変性、コンフォーマルインバリアンスということを一生懸命、一般的に示そうということをガンガンやっています。なのでまあこういうい イジングモデルっていうなんかイジング模型という統計力学のちょっとマニアックな模型かもしれませんと思うかもしれませんがまあこういう,もう数学の方ではこうバンバン研究されているテーマですまあちょっとねフィールズ賞だから偉いっていうわけじゃないんですけどまあいや偉いんですけど偉いんですけどまあフィールズ賞をね無理に傘に切る必要はないんですけどあま,あまりにもこうあって素晴らしい3人もこうイジングモデル関係でやった人がフィールズ賞を取っているというのでつい紹介しました というわけで、まあ実験の話から数学の話いろいろしましたけれど、まとめのスライドです。えー、相転位というのは無数のミクロな要素が集まって、一つ一つの要素が集まらなくても全体として生み出されるマクロな協力現象の一種ですね。で、教授セイジング模型っていうのは磁石の最も基本的なモデルです。で、スピンからの集まりを記述するんですけど、各々のスピンっていうのは周りと同じように振る舞おうっていう、それだけのことです。そんな簡単なものなんだけれど、それは、あの、 と相転を起こしますで、えーと、こういうイジング模型をはじめとする多くの物理系は秩序層と無秩序層の間で相転して、秩序層では対称性の自発、的破れを起こすわけですね。で、えー、強磁性イジング模型の転移点では自然にフラクタル的な構造が出現するということも厳密に分かっているというわけです。というわけで、かなり長々とお話ししましたが、これが最後のまとめですね。 ミクロな、あまり面白くなさそうなものがすごくたくさん集まると、全体として面白いマクロな性質が勝手に生まれてくる。そういうことをお話ししたんですけれど、えー、と楽しんでいただければ幸いです。どうも最後までご覧いただきありがとうございます。ではまたさようなら。